あ、2人死ぬのは分かったわ、もう。SKJ ビレッジ、はい、おしゃれでございます。SKJ ビレッジは節度さようそです。はい、誰かがゴールしたとき、一番ゴールが遠い人が負け、マリオメーカーです。はい。これ暗号だぞ、絶対。覚えた。天才かよ。じゃあついていくわ、完全に。俺暗号を店人として序盤は活躍するね。赤コインを2個集めたわ。あれ、俺いらない、もしかして。コインは4枚あるそうです。3枚目。お、ナイス。じゃあ戻ろう。あ、すみません。バイバイということで。いい実況ですかね。おお、ナイス。4枚目でございます。すんな、それ。あ、いや、マジか。あーですよね。お前ダメだ、暗号解いてろよ、お前は。お前暗号解いてろ、いいだろうよ。ダメよ、うちゃん。あんたんだからすぐ取ってよ。暗号解けた、暗号解けた。250秒スピンってことは1秒も無駄にできねえよ。どけー！帰るやつ！帰るから！どいて俺からだ！ちょっとジャンプ行っていいから普通に行くね。あー！どう一回もうそっち行け、そっち行け。こうでどうすんの？あ、こうで上がっていかねえから。よくどうすんの？あ、普通に行くだけだわ。走るだけじゃねえかよ。もうパックンでやられないで、あそこの。うわ、マジか。ねえ、もうやられんだよ、やられるなっていうやつがその前だけやられる。うわマジかとか言っておもろ。あ、じゃあマジか、やばい。なんでだよ。俺と同じこと一体ずつ倒すだけじゃん。なんか減ってるから緊張したわ、ちょっと。250秒らしいよこれ。最速で行き続けて結構早めにしたっしょ。最速でパックフラーで死ぬわってなんか俺すげえ進んでる。これマジでなんか隠しとかあるかも。ああみっともねえないっす。みっともねえと言って殺すなよ、殺すなよ。スピランどころかもう普通にランなんだけど、なんかめっちゃ笑われてるし。なバカ者。あ、マジか。いやでももう追いつけねえか、さすがに。さすがに無理か。あ、じゃあ1個使うわ。そこでは使わないね。うわ、これも無理か。あー、見えた、ゴール。でもいや、何これは。かぶってこいつをこれでどかして安全だから天才問題、安全だから天才問題。いけ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 。かぶった方がいいっすよこれ。いや、開けたわ。じゃあかぶった方がいいよ。これ明らかに森目 IQ の差が出た。かぶり残しでいくんよ、ここ。あ、使わされたんだよ俺は。そっか、いけるです。あーナイス。激しいよ、激しすぎる、激しすぎる。処理落ちてるよ。うわ、激しすぎて無理かも。あ、怖い。止まっちゃった。止まんないでー。止まらない、止まらない、怖いからさ。怖いから。おっせー、こっちめ。チンカもうみつで死ぬの、それ。おみつ死ぬの止まっとこうじゃん。マジかよ。さあ、ミスることもミスれねえからさ。マリメ IQ の差が出たー、これ。IQ は出てない、頼む。IQ は本当に頼む、出てない。単純な話よ。俺まあじゃあ IQ でいいか、しょうがない今回は。最後はあそこかぶっていったんだろうなと思うと笑みもこぼれます。いや、俺パウないからそれしかいけないんすよ。信じてくれ。ああ、パウないです。あ、そっか、俺が前に掴んだから君の IQ は出せたの。あ、センキュー。まあごめん、IQ 違い、センキュー。以前面白くて IQ。じゃあ俺 IQ 低いかも。じゃあそれよくよく考えると頼むわ。恥ずかしい。うぜえ、普通に。はい、バイバイじゃない。はい、バイバイ。カウンターされるものあり。まあ、それ大体かい。あ、これ実力クソ出るよーっと。なにこれ、どうやって死ぬ？そこは知らないよ、誰も俺以外は。やばい。あ、わかるわかる。ナイスナイスナイス。むずい。人と争うとするからだ。はっ。クソカンです。突き上げ肝だな。3段目に。ああやってしまった。やばいやばい。むずくね？むずいっすよ。はぁはぁ。よし、一応奥のそういうやつなんだ。普通のそういうやつ。ちょっと待ってね。じゃあそういうやつがお通りだから。そういうやつにやられて、しかも待たなきゃいけねえのもチェック鬼門ぬなんですけど。よし、そういうやつなんだマジで。マジモンです。マジモンです。マジモンです。なんかやばい。前に行かれる人権もねえしな。ああ満たさないっす。はざけんじゃねえマジで。そこのコツ教えてあげるから。いや簡単だった。いや言ってくないで。プレッシャーかけ続けるあいつ。さあ言って言いましたよ。やべえ、やり返される。最後安全にプレーできること約束する。でか普通に。最後気持ちよく丸めできること俺約束。気持ちよさそう。一回ジャンプしてもう一回捕まった後にすぐジャンプする。そうするとほら、おおめっちゃ簡単なんだよ。あんバカでここは集中ね。俺が迫ってるぞ。あ違う、後ろにいる。ないのに。あゲーイ。やばい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 。その先行かれたらまずい。マジで威厳がなくなる俺の。いっぱいアドバイスされてたんで簡単っすけど。簡単っすけど。やべえ30いくらいくら。簡単っすけど。もういいや、寝顔しよう。簡単っすけど。どうせでも頑張って死ぬんでしょ結局。死簡単っすけど。おってやばい。やむずいこれ。助けた助けたね。あまあいいや、最高到達点。最高到達点。レベル違う。ラスターシュレベル違う。宗教団体ナイスにやられてる。ピンポンしてずっとナイスってやる。新興宗教ナイスの教祖にやられてる。ダブル教祖に。市民派とサイカツ派に。一派は分かれるという。いつかな、もう。ああ、いつかな。あ、二人死ぬのは分かったわ、もう。行きなさい。いや、何してる手前。手前って。昔のてめえ言っちゃったわ。二人死ぬのは分かってる人ないです。あ、これやったことあるわ。でも、この名前だったっけ。ゴールデンオーブとかあった。まあ、でも、確かにステージ自体はやったことあるな。やったことあったらできるだろう。チェックあるのを見てから再活は行く。めっちゃ楽しい。こう久しぶりに実力が全て出るコースだこれ。バカは無視するしかねえからこの世界。焦った。いやなんか無視するかどうか焦った。どちらかというと。どういうことだ。焦ってんじゃんめっちゃ普通に。てかなんでまだゴールしないの再活。なんでそれ俺言われんの。やたら長くね。いや別にそれはおめえが消えんだ。チェック3つ目です。2つ目。でもなんか怒られた1回。なんかとっくにゴールしていいかなと思って。それは別にいいだろ。おめえも来いや。うまい。ノーミスやんけ再活。やったことあるな絶対。やったことある。超覚えある。やめようじゃん。やめやもうやめない時間になった。もう遅いわ。やめない時間になった。いやもうすぐゴールよ。結構実力出るし簡単っすよねぶっちゃけ。やったことあるんでやる気がねえわとりあえず。ああ一回飛んできた問題とか無理なんだけど。あやばいゴールだもう。あこれあれだ。ブルブル金玉のやつだこれ。完全にやったことあるわ。まあでも俺はゴールしたことあるんで。ああそうだよね。譲るっす。ああこれ見たことあるわ。譲るっす譲るっす。これ2回やったわそれも。譲るっすよ。ブルブル金玉と。絶対死が来ない。絶対死が来ないこれ。いいの？いやそこまで行ったらゴールするわ俺一応。全然来ないマジで。シンクが死ぬか。ああダメ。普通に。あ次の機会でいいや。このステージゴールしない人まだいるんだ。ああまだいないまだいる。これ有名ステージっすけどね。もう俺らと行ったらこれみたいなとこも次の機会にぜひマリメ3までにはクリアしていただきたい。出るのかもわからず。なんだうわこれきついわ。わけわからん生物飛んできた。まあわけわからん生物いないでしょさすがに。それ飛ぶらしいよなんか。あうまい。そうやってやるんだ。パーフェクト。わけわかんない生物いねえんだけど俺には進化と違うんだけども。ワグマンダイブしたんです。わけわかんない生物来ないんだけど詐欺なんだけども。間隙間ぬぐい。うまい、うまい。あー、ゴール目の前。飛行機。やばすぎる。上に行きまーす。ゴールだよ。争い。やばい、それはずるい。空の旅。大活空の旅。よし、これを抜かされることはもうない。進化空の旅。嘘だろ。バカ、知ってんじゃねえ。進化空の旅。やばい、空の旅じゃないといけないか。S ちゃん、こんにちは。あー、一生懸命ぴょんぴょんぴょん。あー、テレサちゃん、閉じ込めないで。無理だ、これ。ゴールしてくれ。やった、いけた。おどおど、サーカスなんです、僕は。素晴らしい、よくテレササーカスを避けて。俺、ライオンです、ほぼ。火をくぐれ、7玉は避けました。素晴らしい、マジで。やばい。よしよし。ああ、俺簡単な種目で死んだやつです。サーカスの。この人はね、観客を殴って退場したクマです。僕は火の玉をくぐる人気のライオンです。処分されました。まずは。バーン。いろんなルートはねえか、1個しかない。じゃあ次進めば、俺みたいに。俺みたいにチェック行けば普通に。俺みたいにチェック行きたい。いや、もうチェック3、1余裕があるからいろんな場所見てるわ。俺余裕はねえか。なるほどね。全てを把握した上で進むべき道を決める。こうやってね。進むべき道は1個だね、これ。こうじゃね。ここでピースの上には手がいっぱいあるな。これ進むべき道は上。進むべき道はこっちなの。でゴールなの。俺はでちょっと揉めます。どっちが早い、どっちが早い、どっちが早い。俺でしょうね、俺でしょうね。見てた。キロはあそこまっすぐ行ったらゴール。だってマリが通って1秒後ゴールしてたから。俺のとこは違う、全然。まあでもそれも判断はつかないが、2人で決めていただきたい。いや、2人でやって、1人で決めるな。めっちゃうまいな、チンジャ。引き上げだね、これはかなり。だって知らない道でしょ、俺、初めて鍵開けたもん、あそこ。ああ、そうなの。ああ、そう、初めて鍵開けたもん、あそこ。でも俺、ゴール1秒で届くところだから言っとくけど。いや、俺も何があるかわかんない。まあまあ、じゃあ無限の可能性ね。じゃあ、まあじゃあ、引き上げ。何があるかわかんない。そう、ポケモンバトルで指を振るしてるのと一緒だから。十分強いからね。強いよ、それは。なんか S 一応引き分けみたいなんです。あ、いやいや、俺は勝ってるんだ。あ、そうだ。バイバイバイ。ああ、うぜえよ、気持ちいいよな、マジ。キモあ、痛すぎ問題だけど、ま、構わしねえよ、構わしねえよ。こっちからいけないの。馬、俺じゃん、結局。すべてが俺が発信源。ゲットして。インフルエンサーみたいな感じ。すべての準備が完了していて。集中していて。食らった。構わん。よし。ルイージはちっちゃい、俺はヘリコプターないや。あ、おめえや、言っちゃったか。調子言っちゃったか。言ったのはあなたです。じゃあ。あ、1。あと2、あと1回。あとそうですよね。あとそうっすよね。あとそうっすよね。数え的には。スタートドライきつすぎだ。あ、あと1。よっしゃー。行きましょうね。ヘリコプターには勝てないっすよ。無理。乗ったことないでしょ、だって。ないっすね。ヘリコプターはないっす。危ないからね。ベロ。紙でできてるからね。そうなんですか。そうですよ。ああ、みんなとじゃん。超集中する。じゃあその上を行く、集中すれば。集中力で争ってるじゃないです。やきた。遅いなあ。遅い。やばい、負けちまう。やばい。遅いの。これは食らっていいという判断をできるのが俺よ。で、真似してて遅くて。これ入った順でいいっすよね。ゴールじゃなくて。そうっすね。あ、やばい。マジでむずい。これどうやってやんの？わかんない。どうやってやんのこれ？できねえ俺。できねえ。すげえ。サイカツ捕まえなきゃ。できた。俺2回目いけないんだけど。きたー。きたー。どうやっていくのこれが？わかん。できた。ほい。ほい。どうやっていくま？わかんねえなみんな。わかんねえけど言ったぜ。雷みたいなやつ。大義もあんのか。やばい抜かれる。もうね。デカ状態むずこれマジで。やったいけいけ。よしこれはいったんじゃない。しゃあ。これはでかすぎる。やばい抜かれる。あぶね。やったー。よしリーダー。お前だね。駐車簡単だけど。これで終わりだろ。まだまだだ。よーっしゃー、まだチャンスある。マジで？いやもう集中力持たないってこれ。いやこれむずいね。でまた帰るってこと？あでも難易度はさっきより。いけないとこありましたちゃんと。あ無理無理これ。いけないやつあった？俺のとこ見てこれ。どうやってやるこの俺の周りは。うまレスしかいけないわここ。いや無理無理。やったー。うま君。教えてくんない？普通にシャオミで来る。どこ？いいよ。そこには来れないよ。うちで。鍵ゲッチュー！できない。これ無理くね？できないか。シャオミ来るなよ。教えてあげよう。ちょうど大迷惑。シャオミ来る来る。まあ俺ならばできるけども。これには簡単ですねこれ。いやいけねえわこれ。さすがに行っちゃっていいか？いいよ。俺とさえいけるビジョン。これは明確なるぞ。出たり。俺とルイどっちが先にこれを超えるかだな。争うとき争うとき。まったくそこか君らの弱点は。嬉しいな明確な弱点あって。ああいけた。止まれ俺。やっといけた。じゃあ俺もう鍵くくるけれどもこのためだ。あキュッといっちゃって。急いでごめんなさいね。ゴール。どっちは負けだよ俺。負け。え、お前マジでわかんないよ。こうなってこうやってくださいね。どっからかがわからんのよ。普通にうめえだろそれで聞いたら。あれ1個あるだけで無理よ全然。いやもう1個こういうコース欲しいな。難しいの今とおもろいわ。でも俺らできないっすよ。進化と俺は理論上は絶対あれあるもんな。難しいなら。いやもうなんか結構ショックだわ。もうショックだわ普通に。いやいいよ抜けなくて君は弱い人と周り目指したっていう。今まであそれやばいかきつかったなっていう。今まできつかったな何の話につねまさかここも俺だけやめてよ。進化さんまでなくすの。ああ最悪だ鍵出し男。まあでも鍵出したんで僕が行っていいっすよ。もうナイシング。あ助けジャンプ信じた俺は。信じた今のは信じてたわ。こういうのはいい。鍵どこ？鍵出しただろ俺が。ねえんだよ鍵がよ。誰かを下に投げればわあそこまでいけるわ。頑張ったらいける。これいけるマジで。ダッシュしたらいけるかも。ああ最悪じゃんそれって。本当に信じるで。だからなんでよ。まあ下手は信じなくていい。あそっか鍵出せねえ人からの発言か。そういやじゃあ俺気合で鍵見てくらしたいって偉いから。偉すぎ。エスが死んだ時は大体どっち行ったのか覚えてる？そうできたよ。ナイスナイス今行けば。ナイス鍵が反応した。献身的。いい働き。いいね。ただやばい90秒。協力するわ。今の協力見た？ナイス。早く行こう。鍵がなくなっちゃうまた。鍵は俺の元にありまして。ありまして。取ったものが行くこの世の道理チェキ。道理チェキナイス。バネなんて簡単ですよ。お助けアイテムじゃないですか。誰なぜか俺の言葉が二重に聞こえる。簡単じゃないですか。よぼ。強制上送り出しからのカバン。うまいまごい。強制上送り出しからのカバン。うまいものについてって正解でした。まあ俺の副音声さんも結構うまいよ。いやそうもう同一チームさんでほぼ。そっかそっか、いいね。俺についに副音声がついたか。相当面白い番組です。